ウィットネスリーとなった。リーは1960年代から1970年代の間、アメリカ合衆国とカナダの多くの場所を訪問した。彼は、また何度も極東に戻って、台湾の諸教会を強化し、成就した。1960年代、彼はしばしば、フィリピン、香港、シンガポール、インドネシア、マレーシア、タイ、日本を訪問した。 1965年には、ブラジルと、その他の南米各地を訪問した。1971年には、オーストラリアとニュージーランドを訪問し、生徒たちを助けた。以上の国に加えて、1970年代に、彼は韓国、多くのヨーロッパ諸国、イスラエルを訪問した。1974年、リーは正式の10日間の国際的な訓練を年に2回。 持ち始めた。彼はこれらの機会を用いて、聖書を書ごとに解説し、ローマ人への手紙と創世記のライフスタディを開始した。1984年12月、首都行伝をもって、新約のライフスタディが完了した。1995年6月、新言、伝道の書、宮尾化をもって、旧約のライフスタディが完了した。この期間、彼は、新約のすべての書のために、 広範囲のアウトライン、フットノート、印象制句を書いた。これらは、合本にされて、新約聖書の新しいわけ、回復約聖書となり、1987年に、中国語で、1991年に、英語で、1995年に日本語で出版された。神の定められた道の始まりは、1980年代の中頃で、ウィットネスリーは諸地方教会における、 成長率があまりにも遅いと感じ、前進する最上の道に確信がなかったため、1984年に状況を学ぶためにアメリカから台湾に一時的に戻った。最終的に一人の語り手による大きな集会から家における少々の集会へ転換する必要を確信し、集会の転換を決定した。彼はその後、 務めの中でこのことを神の定められた道として強調し始めた。リーは神の定められた道を実行することによって、ふるさと奈落から救われ、聖書的な模範に戻されることを確信した。神の定められた道は四つの主要な段階からなっている。神の定められた道の第一段階は、新約の福音の再主食を成就することで、それは神の救いのために罪人を探し、 尋ね、接触し、罪人を、キリストの体の有機的な死体とし、彼らを、新薬の備え物として、神に捧げることです。第2段階は、キリストにある、生まれたばかりの幼子を、家庭の集まりで、養う母として供給し、育むことです。第3段階は、少祖の集まりで相互に教え合うことによって、生徒たちを成就し、その務めの働きのために、 キリストの有機的な体を建造することです。最後に、神の定められた道の第4段階は、メシ会の集会でのすべての生徒たちによる予言であり、手順を経た31の神の有機体としてのキリストの体を直接有機的に建造することです。ウィットネスリー、バイタルグループの緊急の必要に関する交わり1994年2月に、リーは、 神聖な啓示の高値として言及した主題についてメッセージを解き放ち始めた。これらのメッセージにおけるリーの語りかけの焦点は神のエコノミーであり、それは信者たちを神格においてではなく命と性質において神とするためであった。彼はまた、シンエルサレム、法理的な面と有機的な面を持った神の全体的な救い、神聖で、 奥義的な三つの時期における、キリストの道道たつとめ、究極的に完成された三十一の神と信者たちの合併など、他の主要な題目についても語った。彼はまた、決勝の学びとして知られている聖書の詳細な解説のシリーズを開始した。そして、彼は、神の定められた道の実行と、信者たちと諸教会の間の交わりを励まし続けた。ウィットネスリーは、 最後の特別集会を1997年2月に行った。3ヶ月後、彼は前立腺がんが原因による合併症で入院した。彼は1997年6月9日に召された。神は比類のない一であり、明確に三の両方である。父、子、霊は永遠に区別があり、決して分けられず、決して独立して行動されない。十一の神は、 お父が、巫女の中で、その例として、信者たちにとって命であり、命の供給である。神はご自身の永遠の存在、命において、変化はないが、ご自身のエコノミー的な行動において、肉体になること、人の生活、死、復活、焦点の手順を経過して、命を与える例として、究極的に完成されて、信者たちの中に住まわれた。 31の神はご自身を信者たちの中へと分与して、彼の神聖な命をもって再生し、彼の神聖な性質に従って作り変え、彼の神聖な栄光をもって栄光化し、彼らを命、性質、表現において彼と同じにする。この分与は、31の神と3部分からなる人との相互の住み合いとしての新エルサレムにおいて、究極的に完成し、 永遠に神を完全に表現する。生けるキリストは死んだ宗教と異なっている。体の頭としてのキリストは、単に召し会の導き手であるのでなく、体が存在し、生き、働くパーソンその人である。キリストの導満ち,満ちた務めは、その務めを通して、彼のエコノミーを完成し、三つの時期、すなわち肉体となること、包括、強化の時期を遂行する。 肉体となることの時期において、キリストは神を人の中へともたらし、人生において神を表現し、彼の法理的なあがないを完成し、信者たちに罪の許し、神の御前での義人、神への和解、地上の性別をもたらした。包括の時期において、キリストは彼の復活を通して、神の長子と明示され、すべてを含む複合の命を与える霊となり、 信者たちを再生し、神の多くの子たちとする。教科の時期において、彼は神の七つの霊へと強化され、彼の有機的な救いを強化することによって、召シカいの堕落を対処し、勝利者を生み出し、永遠に新エルサレムを究極的に完成する。キリストは命を与える霊であり、復活におけるキリストの実際である。その霊は永遠の方である一方、 メシカイの堕落の時代において、神のエコノミーの完成のためにその霊の機能と働きは7倍に強化された。すべてを含む複合の命を与える内住の7倍に強化され、究極的に完成された霊は手順を経た31の神の究極的な完成である。その霊としてのキリストの経験は、信者たちを究極的に完成された霊と霊なる、キリストの神聖で、 奥義的な領域へと導き、そこで、信者たちは31の神であるすべてを享受し、経験する。神の全体的な救いの法理的な面は、十字架上の、キリストの死によって完成され、それは、罪人が神の御前で許され、現れ、ギットされ、神へと和解され、地位的に神へと性別されるためである。法理的にあがなれ、神へと和解された信者たちは、 今や神の救いの有機的な面を享受することができる。それは、キリストの命の中で遂行され、命を与える例を通して得られる。このような有機的救いにおいて、信者たちは再生され、性別され、更新され、作り変えられ、キリストの形に同型化され、究極的に栄光化されて神聖な命を完全に表現する。命は、 作り変えられた三部分からなる人の中へと分与された神ご自身である。この分与は人をキリストの栄光の形へと作り変え、それによって人は神の表現となる。聖書は命の木をもって始まり、命の木をもって終わる。命の木の路線は常に善悪知識の木の路線と相対している。 信者たちは彼を霊的に食べ飲みすることによって、キリストを享受することができる。今日、キリストは命を与える霊であるので、信者たちは、すべての祈りにより、神の言葉を受けることによって、彼を命、命の供給として実行上、実際に享受することができる。キリストを享受する簡単な方法は、彼の名を呼ぶことである。それは、旧約と新約の両方において実行されてきた。 主の魚名を呼ぶことは、食べることと吸い込むことの両方である。神と彼のあがなわれた民の関係は、ミングリングの関係である。ミングリングの中で、神と人の二つの性質は区別されたまま保たれる。信者たちは、神の神聖な命をもって、神から生まれまた神の神聖な性質に預かるものとなっており、それは、命、性質、表現、機能において、 神と同じになるためである。神は彼の神聖な31において合併であり、神のエコノミーの目標は再生され、作り変えられ、栄光化された先民を31の神との合併の中へともたらすことである。それによって信者たちと神は永遠にわたって一となる。神の有機的な救いを完全に経験することは、 キリストの命の中で王として支配することと等しい。この時代、信者たちはキリストを命として完全に経験し享受することによって罪と死に対し王として支配することができる。そして、究極的にシンエルサレムにおいて信者たちは永遠にわたって神と共に命の中で王として支配する。メシカイはキリストの体である。そのようなものとしてメシカイは 有機体であり、組織ではない。メシ会は、すべてのあがなわれ、再生された信者たちからなる新しい人でもある。キリストの十字架上での働きは、ユダヤ人と異邦人を分けていた規定を廃棄し、すべての信者たちが、真にブレンディングされて一人の新しい人になる道を、開いた。キリストの法満としてのメシ会は、信者たちが、キリストの計り知れない豊富を享受した結果であり、 またキリストにふさわしい花嫁また配偶者でもある。最高の定義において、召し会は手順を経た31の神の分与と超越したキリストの伝達の結果である。この召し会は地方召し会として表現される。マタイによる福音書第16章18節で、主は言いました。私はこの岩の上に私の召し会を立てる。 ここの主の言葉は宇宙召し会の建造のことを指しています。主は岩としてのご自身の上に宇宙における召し会を建てることを願っていますが、その建造は地方召し会を通してなされます。もし主が地方召し会を建造しないなら、宇宙召し会の建造を始める場所がないでしょう。私たちはこのことを考えなければなりません。もし地方召し会の建造がなければ、 宇宙召し会はないでしょう。ですから、地方召し会は、宇宙召し会の実際であり、実行です。主が、宇宙召し会を建造することでさえ、彼が、地方召し会を建造することを通して得られるのです。ウィットネス、D、召し会の証と立場集会し奉仕する、聖書的な道は、伝統的な方法とは、対照的です。第4章で、私たちは、集会し奉仕する。 伝統的な方法が天然的であり、人の天然的で堕落した状況に合い宗教的であり、宗教のために人間社会の方法を採用するのを見ました。これに対して周回し奉仕する聖書的な道は霊的であり、生きている霊的な人の味わいに合い、そして人に生きていること、霊の中にいることを要求します。ウィットネス D キリストの体の建造のために周回し奉仕する、聖書的な道第六召喚先や浸水による、バプテスマなどの聖書的な実行の目標は、信者たちを助けて、キリストの体の生ける主体として機能するようにする、ことである。コリント人への第一の手紙第14章で、掲示されているような予言は、主に予言や予告をすることを意味するのではない。予言することは主に神のために語り、 神を人に語り出し、キリストを人の中へと語り、分与することである。キリストの体を建造するためには、四つの極めて重要な実行がある。それは、産むこと、養うこと、教えること、建造することである。産むことは、罪人をキリストに導いて、彼らが神から生まれるようにすることである。これらの初心者たちは、聖書の神聖な供給で養われなければならない。 初心者は成長するにつれて、真理と体の機能において常時されなければならない。最終的に、すべての信者は、エペソ人への手紙第4章12節と16節の模範に従って、キリストの体の建造へと至らせる働きにもたらされなければならない。キリストの体としての召し会には二つの面、すなわち宇宙的な面と地方的な面がある。 特定の地方におけるキリストの体の正しい表現は、信者たちがその地方においてメシカイとして集会し、複数人からなる一つの長老職を持ち、種族、文化、社会、二次的な教理、順守の違いなどにかかわらず、キリストにあるすべての信者たちをメシカイの主体として受け入れることによって始まる。メシカイはこの地上の地方で表現されます。 そして、召カイの表現があるところで、その表現は一つでなければなりません。単純になりましょう。キリスト教の混乱によって複雑にならないようにしましょう。どのようなシカ会に属するかと人に尋ねることは恥です。もし誰かが兄弟であるなら、それを知るだけで十分です。私は召カイに属します。あなたもシカ会に属します。私たちは皆、召カイに属します。 ウィットネス、D、メシカイ生活の実行のための基本原則シンエルサレムは、前世書の完成された、神聖な啓示の集大成、すべての予言、予表、印、影の成就の総合形である。シンエルサレムは、物質のとではなく、霊的な意義を持つ印、象徴である。シンエルサレムは、31の神と、彼のあがなわれ、再生され、 作り変えられた人々との完全なミングリングである。神聖と人生のミングリングの構成体として、シンエルサレムは、子羊の妻であり、神の幕屋である。シンエルサレムは、聖書の最後で最大の印として、神のすべての働きの目標であり、また結果である。ヘブル人への手紙第11章10節は、私たちに神は、聖なる、と、シンエルサレムの設計者であり、 建設者であることを告げます。これは神が新エルサレムの建造者であることを示します。この神の建造する働きは、旧約の生徒たちを成就することにおいて始まり、古い経輪における族長たちをもって始まりました。それは、新しい経輪において、援熟した信者たちを生み出すためにもっと強力に続けられています。実際に、前世書は、 神の建造の働きの完全な記録であり、神は彼の完全な現れとしての新エルサレムを建造して永遠にわたる彼の完全な表現を得られます。ウィットネス、D、新約の結論第一巻メッセージ20ウィットネス。D は一つの制度としてのキリスト教には批判的であったが、もう一面で共通の信仰に基づいてすべての信者を受け入れる必要があることを強調した。 この堕落した宗教組織は天然的な、人間的な、伝統的な、文化的な、宗教的な方法をとっています。人間的に言えば、宗教は良いものですが、霊的に言えば、それは神のエコノミーと相入れないものです。神は宗教を求めているのではありません。神は確かに彼のエコノミーが達成されるのを見たいのです。私たちは、 宗教のために、ここにいるのではなく、神のエコノミーのために、ここにいます。すなわち、神の完成されたキリストを増殖して、そのような、キリストの体として、召し会を生み出すために、ここにいるのです。ウィットネス、D、新薬エコノミーを実行するための神の定められた道、第三章召し会は、私たちを救う、共通の信仰にずかるべての人を含みます。 この共通の信仰とは、エペソジンへの手紙第4章5節で語られている、一つ信仰です。この信仰は、救われたすべての人たちが共通に保持しているものです。この信仰は、信者たちを一にし、信者たちを分裂させません。どんな信条や教えの体系も、共通の信仰を超えるなら、信者たちを分裂させてしまいます。ウィットネス、D、聖書の重要な真理。 第6巻ウィットネスリーは、キリスト教の中のある実行は、聖書的ではないと教えた。例えば、宗派の名前を用いることや、聖職者、平身と生徒などである。それにもかかわらず、彼はしばしば、すべてのクリスチャンの間の一の必要性を強調した。ウィットネスリーが語ったメッセージ多くは、400冊、以上、出版されており、14カ国語以上に翻訳されている。 ウィットネスリーの最大の書物の働きは聖書のライフスタディである。ライフスタディは聖書のすべての書の解説であり、2万5000ページ以上あり、信者たちがキリストの中にある神の神聖な命を精霊を通して享受し経験するという見地から書かれている。ライフスタディの後、リーは結晶の学びを開始し、聖書の各所の高い点や結晶に着目した。しかしながら、 彼はこの働きを完成する前に召された。ウィットネスリーは中国語の新薬聖書の新しい訳、回復薬聖書の編集長でもあった。彼は英語の回復薬聖書の翻訳も指導した。それ以外に、ウィットネスリーは中国語の詩歌を作詞し、収集し、翻訳した。1963年と1964年に、彼は約200曲の新しい詩歌を書き、 それを他の作者の科と編纂した。それから科を項目別に分け、1080曲からなる科集をリビングストリームミニストリーによって出版した。ありがとうございます。